ターの真相回転だったら素晴らしい100円娯楽見つかる説、こんにちは、100円娯楽でーす。先日、豊橋の駒口のパワーズが惜しくも閉店したというニュースが日本中を駆け巡ったと思いますが、なんとその跡地にフィールが完成しまして、本日がオープンセール。どれぐらいの人がどれぐらい理解してくれてるかわかりませんが、フィールは熱いということで、本日は真相回転に群がって素晴らしい100円娯楽を見つけていきたいと思います。やはり真相回転とだけあって、大勢の人が押しかけ三昧、どっかで見た気がする手を叩く坊主もいるし、黒毛和牛のサーロインが980円だったらそりゃ来るわなーって感じですが、100円娯楽的に見るとそこそこだなって印象なので、その中でこれが一番だなってやつを買って帰りましょう。その結果がこちらでした。ありがとうございます。一つください。一つ、はい、ありがとうございます。いや、皆さんが言いたいことはわかりますよ。立派なブリの切り身ですね。それで美味しかったですね。で終わるわけないですよね。ってそうやって思ってるんですよね。はい、ダメですか。ということで、急遽このチャンネルは今日だけ5歳児向けのチャンネルに変更しまして、ブリっていうお魚は焼くととっても美味しいんだよと、これを見てる5歳児の方にしっかり教えてあげて信じようと思います。ブリって美味しいね。